じているのかと思ったらそうではない。こうして俺とお前が同じ方向を見て並んで立つのだ。居合だ。両手を構える体勢と比べいかにも不利に見えるが、抜刀の瞬間にこそ最速が完成する。居合同様の姿勢。その通りだ、学べ、バキ。上手に調理するんだ。大だったぜ。鼓膜にもウェイトトレーニングをと、まともにこっちを見たな。なんかこっちの方が調子がいいぜ。オリバらしいぜ。いいね、ハンドポケット。ねえ、相手が自分を真似たので自分はやめる。なぜ抜かぬ。反撃できぬまでも早すぎたのかな。ならば抜いたら反撃だろう。さあ撃ってみろ。この距離なら腹を撃つも。世話がねえぜ。アメリカ人だからな、ポケットに手を入れたままでも先に。あっ、アホが、武術をなめるからだ。全く出遅れない。だから術なのだ。姿がすでに構えなのだ。抜剣してから攻撃を加えるのではない。故に相手から抜く動作が見えぬ。体勢は十分、決して出遅れはない。少なくとも五分。終わらせるか。ポケットから手を抜いているのではない。競うな。持ち味を生かせ。へえ、さあ追っ始めようか。どうやるんだ。ことだぜ。ロンが抜剣術で破れた。バカ言っちゃいかん。あんなものが術と言えるか。持ち味生かしやがったな。おはよう、ロン君。ポケットにはポケットだ。そろそろ決着。ハンドポケットに戻った。敵撃めった撃ちだ。オリバがさっき言ったろ、お前さんは足りねえ。なあロン先生。いろいろやっているのさ。決着。スマートな野郎だぜ。アンチェイン。え、顔面への頭突きで決着。全勝の誓いが早いっぱい。だとするなら老師、わしが全部やる。老師。春生。おお、一人一冊。大きく出たな。うん。
よろしい。ありがとうよ、父ちゃん。かつて日本で行われた地下闘技場格闘トーナメント、君がこれから戦う相手、彼が優勝者だ。始めいけ。ともかく一刀、俊生の放つ宝剣を川し様に合わせた右は、正確にあたかもピンボールゲームのごとだした。さらにはすでに意識を分断された俊生の下顎へ、俊生をさらなる遠い世界へと連れ去り、全てを声を忘れた観客たちはただただ目前の状況を見守るのみ。うん、ナイスファイト。親父より強い。思った通りだ。君なら日本の若者を導ける。父ちゃん、お前さ、負けたのか。いや、良き剣士じゃな。なあ、バキさん、人のために使ってみんか。すごいな、ジャクさんは導くことを考えている。わかるのかね、君の歳でそういうことが。自分以外の人のためにって強くなれました。どっちを応援したらいいの？説明するまでもなく、お前が敗れた時、知らぬお前ではあるまい。ロシー、何？幸運を感じているのだから。崖っぷちの中国連合軍、51体純日本式剣風剣道、正式の称号を欲しいままにする烈海王。烈さん、何はともあれの、あなたの武名は金がね。素晴らしい。いや、実に素晴らしい。私と教師だ。必要なんだ。信じていた。必ず握ってくれると。